写真左下が左折ループ、右は逆方面への合流用ランプ。ランプもしくはランプウェイとは、高低差のある場所を連結する道路の位置形態。特に道路交通においては、相互の道路を立体交差とする場合において、高さの異なる道路相互を連結するための車道のことである。なお、ジャンクションは、接合点、合流点のこと。ランプの形状により、 左折ランプと右折ランプに分けられる。左折ランプは、それまでの進行方向から見て、左向きに進路を変えるもの、右折ランプは右向きに進路を変えるものである。またそれぞれ、直結ランプ、順直結ランプループに分けられる。右折ランプの場合、直結ランプは、本線車道の右に分流するもの、順直結ランプは一旦左に分流してほとんど、方向を変えずに右折を行うもの。 ループは左に分流した後、約270度回転して、震度を変えるものである。なお、接続先へ流入する入り口のランプウェイをオンランプ、流出する出口ランプをオフランプとも呼ぶ。日本のランプは、道路の本線車道から別の道路の本線車道へ連絡する道路である。一般的には一方通行であるが、この限りではない。道路構造例では、 第一種の高速自動車国道及び自動車専用道路と第二種の都市高速道路の場合は他の道路との接続をランプにて接続しなければならない。ただし、本線車道の相互での平面接続は除かれる。高い建て倉庫のランプウェイ高い建ての倉庫においてトラックを各階に乗り入れ直接に下ろし作業を行うことが可能な傾斜路を指す。これを備えた倉庫は ランプウェイ倉庫と呼ばれ、貨物をエレベーターやコンベアを用い昇降させる方式と比較し効率化を図っているが、建設コストが割高となり、スペース上の制約や望遠上の制限を受ける。ロー、ロ線のランプウェイから岸壁に降りる車車両が、フェリー等の船舶に自走して乗降できる、架橋構造の傾斜路を指す。ありがとうございます。